ウクライナ保安局 SBU がゼレンスキー大統領を暗殺しようとするロシアの動きを摘発したと明らかにした。7日現地時間のロイター通信などによると、 SBU はこの日、防諜局と SBU 捜査官がウクライナ大統領と軍事及び政治指導者を暗殺しようとするロシア連邦保安庁 FSB の動きを封じたと伝えた。 SBU は反逆及び機密情報流出容疑でウクライナ国家警備隊所属の大佐2人を逮捕したと説明した。続いて、2人は FSB 要員ネットワークの一員であり、ロシアが2022年2月のウクライナ侵攻前に彼らをスパイとして抱き込んだと説明した。また FSB はゼレンスキー大統領の警護員の中から暗殺を執行する者を探していたと伝えた。 SBU によると、別の暗殺標的にはブダノフ軍事情報局 HUR 局長とマリク SBU 局長も含まれていた。 FSB は5日の正教会復活祭の前にブダノフ局長を殺害する具体的な計画を立てたという。 FSB はスパイを利用してブダノフ局長の位置を把握した後、ロケットとドローンで攻撃する計画だった。逮捕された将校の一人はドローンと対人地雷を所持していたと SBU は明らかにした。マリュク SBU 局長は、今回の検挙は就任式を控えたプーチンに与える贈り物とし、ロシア特殊部隊の作戦は失敗に終わったと強調した。ロシアのプーチン大統領はこの日、大統領就任式を開いて5回目の任期を始めた。これに先立ち、昨年ゼレンスキー大統領はロシアの侵攻以降、自身に対する暗殺の動きが10回あったと明らかにした。先月18日にはポーランド当局がゼレンスキー大統領暗殺計画に加担した容疑でポーランド国籍のロシアスパイを逮捕したと発表した。当時ポーランド検察はウクライナ情報当局から情報を受けて容疑者を検挙した。